封鎖について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は上院式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はオート内での生活の支援も続けていると強調しました。先日までラスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。台車もねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。何かを伝えに来たのか。ケンティアナ、成績を背負いしようよ。雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは受け入れを終え、紅葉の指輪とともについてみて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。またして悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルはオートにあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。
そっか。やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を。天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナフレーナ様のもとにあるなら、ひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ。これよろしく。なんであの人ノクトの手助けしてくれんの？ゲンティアナか。うん。あれ、神様なんだっけ？24じゃん。六神の使い。へえ。はあ、めんどい。油断禁物ってね。はっ。に慣れてきた。
まあな。最後だ。危なかったな。こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い。ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ、ルーナに。ルナフレーナに？そう、ルナフレー。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはゲンティアナとゼネブラの雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの？また頭痛？ゲンティアナの声がした。のもとへ準備はなされている。ノクト、大丈夫？ああ、早く啓示受けろってさ。神に力をもらえか。啓示を受け、六神の力。ノクティス、東の洞窟ポッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。洞窟だ。次が最後。よし、さっさと済ませようぜ。いよいよ雷神様とご対面か。準備はしっかりしておこう。どうぞ。正面突破。後ろに。準備はいいな。ああ、よし。行こうぜ。ああ、うん。いや、近かったな。急いだ方が良さそうだ。鉱石みっけ。ほっ。おい、あれ、雷落ちたとこじゃねえか。あそこ入れってこと？これだね、ポッシオ洞窟。何がいるかわからないぞ。油断すんなよ。あいよ。うわ、この先かなり深いよ。暗くて奥は見えないよ。こういう怖いとこ嫌なんだよね。何が出てきてもおかしくないな。みんな気をつけてよ。
そこ通れそうだぞ。行こう。攻めな。よいしょっと。なんとか通れるかも。息苦しくなってきたよ。静かに。なになに。さてどうぞ。で、行くぞ。剣が削れ。俺に当てんなよ。ほっ、てやほっ、頼んだブロット見えてる。よし、ザッザー、ガッツ。よし、ナイスブロット。はい、よし。行くぞ。調子いいじゃねえか。当然。暗くてナイフが投げにくいな。なんと、調子いいじゃねえか。プラット。見えてる。削れ。ザッザー。狭い場所では注意してくれ。全員無事だな。先行こうぜ。かがめば通れるか。頭を打つなよ。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。頑張りますか。あ、敵の後ろを狙え。分かってる。行くぞ。悪い。さてどうぞ。あ、ごめん。とりあえず。うっ。黙って回復しとけ。苦戦したからな。まだ行くの？決してやる。見ろ。悪かったって。
気づけろ、化け物ども。そのコースターの人、ああ、よし、完璧。行き止まりだな。そこ通れそうだぞ。行こう。ラッター、ちょっと待って。うわあ、マジかよ。自分がどこに置かせたか。いや、僕にやられたか。オラ助かったよ。でももうちょい早く回復してくれると。おん、とどめ。クラリオ回復向いてないって。いいえ、なんでもないっす。ほっ、ほっ、こっちだよ。無事か？おい、返事しろ。もうやだ、ここやばいって。でかい蛇がいたんだよ。そいつ、やはり出てきたな。ちょこまか動きやがって。おい、返事しろ。くそ、こっちだ。もうやだ。
応戦しろ。うわっ、もう自分で返せよ。
容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。行くぞ。危ねえ。間に合ってみた。ごめん、ありがとう。プロント、はいよ。ようやく見つかったな。よかった。これが雷神の力。大暴れを想像してたけど、人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいぜ。ルーナも大変なんだろう。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。あれでレガリアを帝国本土に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。